墜落し、横転した UH-60 ブラックホーク。しかしキャビンは原型を止め、4人の乗員は救助された。このように、何があってもキャビンの安全性を確保し、乗員の生命を守るのがクラッシュ・ワージネスである。クラッシュ・ワージネスとは、飛行機や車両など、特にヘリコプターにおいて、衝突の衝撃から、乗員の安全性を確保する性能のことである。 自動車などでは主にクラッシャブルゾーンで衝突の衝撃を吸収し乗員の生命を守る。それに対してヘリコプターでは主にクラッシュワージネス構造で衝突の衝撃を吸収し乗員の生命を守る。単にクラッシュワージネスといった場合、自動車や鉄道はロードワージネスやレールワージネスの範疇で扱い、 また普通の航空機ではクラッシュする前に射出座席やパラシュートで脱出できるため、普通はヘリコプターのクラッシュワージネス構造に関して言う。機体の一部が潰れて衝撃を軽減するという発想自体は他の乗り物と似たような考え方になるが、航空機は他の乗り物と違って G ホースの影響が大きい。 ヘリコプターのクラッシュワージネスは、米軍のマニュアルに記載されたものが基準となるため、以下は、米軍の軍用ヘリコプターに関する記載がある字になるが、普通のヘリコプターでも基本は同じである。クラッシュワージネスは、日本語では、対衝突性とも訳されるが、実際は単に衝突の衝撃を吸収する構造だけでなく、クラッシュ後の火災や溺死を防いだり、また、事前の衝突実験や、 コンピュータシミュレーションなどによる分析なども利用して衝突時の無数の要因を制御することで乗員の安全性を確保するための総合的な性能のことを指す。もともとクラッシュワーチネス構造の研究はアメリカ空軍による軍用ヘリコプターの安全性の研究から始まった。ベトナム戦争ではヘリコプターが主要な軍用機として使われたがヘリコプターの失速によって 切りもみ状態に陥り、G ホースによって生還可能な事故でも、脊椎損傷の障害を起こす例が多発した。しかしヘリコプターでは、戦闘機のように射出座席を用いると乗員が、ローターに激突するため現実的ではない。そこで1960年代に、アメリカ空軍が出版した、ザヤクラフト、クラッシュサバイバルデザインガイドにおいて、ヘリコプターにおいて、 乗員の安全を確保するための指針として、クラッシュワージネスが定義された。その後何度か改定され、軍用機におけるクラッシュワージネス全般を網羅したものになっている。現在、ヘリコプターのクラッシュワージネスはミル STD-1290A で規定されている。ヘリコプターのクラッシュワージネスは、典型的には、まず降着装置をクッションにし、次に、 機体の底部をクッションにして、キャビンへの衝撃を軽減し、さらに座席をクッションにして、乗員の安全を確保する、といったような設計になっている。衝突時に、機体の一部が潰れて、衝撃を吸収する点は、自動車のクラッシャブルゾーンと似たような考え方だが、自動車と違って、ヘリコプターは、敵の機関砲や対空ミサイルなどに耐える必要がある、ため、全体としては、 かなり頑丈にしないといけない。また、底部を下にして落下するとも限らず、すでに破壊された状態で落下する可能性もある。そのため、潰れることで衝撃を吸収する衝撃吸収体を機種や底部などキャビンの周囲に分散して配置し、機体全体で落下の衝撃を受け止める形となる。しかしキャビンだけは絶対に潰れないような合構造になっており、 乗員の生命を守る。これがヘリコプターのクラッシュアーチネス構造である。このクラッシュアーチネス構造は1970年代のシコルスキー UH-60 ブラックホークやボーイング R-64 ア,アパッチにおいて大きな発展を遂げた。これらの機種は設計段階からクラッシュアーチネスが重視されており、例えば R-64 ア,アパッチでは 敵の 23mm 砲に耐えるセラミックの重装甲と撃墜される前に敵を破壊する M230 機関砲などの重装備を搭載しつつ万が一にも墜落した時にはこれらをクッションにしてキャビンの安全性を確保するという構造になっている。さらに SA1-60CE ホークでは浮き袋も搭載しており着水した時にタンクが浮き袋となって 乗員の歴史を防ぐ。また、タンクをキャビンと離して衝突後の消死を防止するなど、単に墜落の衝撃を防ぐだけでなく、何があってもキャビンの安全性を確保し、乗員の生命を守るのがクラッシュワーチネスである。こうして、墜落の衝撃自体による一時障害は減少したが、頭部外傷などの二次障害は引き続いて起こった。このため、 2010年代以降には、かつてはヘリコプターには搭載不可能だと考えられていたエアバッグなどの実用化が進んでいる。生存率が3割は高まるという。しかし、敵の戦術も向上しているので、クラッシュアーチネスにも限界がある。湾岸戦争では無敵だったアパッチが、イラク戦争ではかなり撃墜されて乗員が戦死した。アンチクライマー、カウキャッチャー。 クラッシャブルゾーン、連結機などの存在が、衝撃時の乗員と運転士の安全を確保する。クラッシャブルゾーン、シートベルト、エアバッグ、プリテンショナーなどの存在が、衝突時の乗員の安全を確保する。さすがに、ロケットの衝突実験を行うわけにいかないので、シミュレーションによって、乗員の安全を確保する。ありがとうございます。